我が国は、地方を中心に人口減少、少子高齢化傾向にあり、働き世代の人口減少による労働力不足により企業活動が停滞し、あらゆる分野で後継者不足が深刻化している。地方自治体においても、職員数が減少傾向にある。限られた職員数で地域課題や多様な住民ニーズにいかに対応するか、 大規模自然災害や未知のウイルスによるパンデミックなどにいかに迅速かつ適切に対応するか、住民の安心安全をどう確保するかが喫緊の課題となっている。他方、近年の AI、あらゆるものをインターネットにつなぐ、IoT、ドローン、ロボティックスなど先端技術の進展は目覚ましい。とりわけ2023年に入り世界的に注目されるようになったのは、生成 AI 技術である。 利用者からの質問や依頼、プロンプトに対し、学習データを機に分かりやすく多彩な表現で、自動で文章や画像などを生成できる画期的なものであり、世界に衝撃を与えた。AI をはじめとする先端技術は、これまでにない価値を想像する優れたツールである。しかし、地域のことは地域で決めることが民主主義や地方自治の原点である。